歩行者に安全のアシスト。サッカー J2 アルビレックス新潟の島田譲選手が交通安全を呼びかけるポスターのモデルに起用されました。新潟県警と県トラック協会は今日2種類のポスターを発表しました。モデルを務めたのはアルビレックス新潟の島田譲選手です。県警によりますと、県内では今年歩行者が巻き込まれた事故が今日までに167件発生していて、このうちおよそ半数は横断歩道を横断中でした。チームではボランチとしてゴールをアシストする島田選手、ドライバーに対し歩行者に安全のアシストをしてほしいと呼びかけました。今シーズンなかなかこうアシストできてないので、このポスターに説得力を持たせるためにも自分自身もっともっとアシストを量産できるように頑張りたいなと思います。ポスターは各警察署や商業施設などに掲示されます。